せーの、キラーン、リクナのタウンです。今日はこれからのリクナのタウンのお話をしていけたらと思うんですけど、まずはじめに、もともとこのチャンネルっていうのは多分2年前ぐらいスーツ着たサラリーマンになってから、ちょっとまあ暇だから始めたっていう、本当まあディズニー好きだしディズニー行った動画とかあげようみたいな、ちょっとノリで始めた YouTube チャンネルなんですけど、ありがたいことに約 1.5 万人ほどの登録者の方に見ていただいておりまして、 YouTube だったりとかもそうですし、 Instagram、TikTok だったりとか、ナナと一緒にやり始めてから、まあ、さらにね、こうリクナのタウンっていう名前を作ったことによって見られる機会も以前に比べたら増えたかなと思うので、ちょっと改めて、ね、2022年はこうやってやっていきますっていうのをちょっと皆様にお伝えしたくて、今日はちょっとなんか全然いつものナナの、はい、次、はい、こちらミッキーの家のソファーです、ただ20万円みたいな感じの動画じゃなくて、ちょっと真面目な感じでねお話ししたいと思います。リクナのタウンになってから8月なんですけど、1月で半年経つっていうことで、確かにチャンネル登録者の数字で言うと合計で1万人ぐらい、僕一人やってたとか4000なので、1万人ぐらい登録してくださっていて、本当にありがとうございます。ただですよ、やっぱり僕らはね、ディズニーと仕事がしたいとか、ディズニーチャンネルって言ったり小さい頃もそうですし、あとね、僕ね、大学時代友達がいなかったので家に帰ったらディズニーチャンネル見てたんですよ。そんな時に支えられたのが、昔の世界のディズニーリゾートへ GO だったりとか、で当時やってたあの佐野岳さんがこう世界のディズニーリゾートへ GO っていうのやってて、それに出たいいう夢があったりねするので、ちょっとその夢のためにもっともっと加速して、ライトニングマックイーンもダイナコとの契約を切るぐらいね、もう本当にスーパーレーサーぐらいの速さで行かないとね、もう僕らもね、年なんでね、言うても7もね、もうじゃあちょっと拡大しまーす、こう笑ってると、あーちょっと、あ、目尻のシワがなんてね、ちょっとこの雰囲気のままね、今年はチャンネル登録5000人、5000万人盛大にね、滑りましたね、今。5000万人って言ったらええってなるの。まあ、リアルな数字で言うと、今年10万人目指していきましょう。10万人、20万人、1億人とね。もう、どんどん、どんどんリクナナタウンっていうのはね、広げていって、10万人行ったらやりたいこととかもあるので、サブチャンネル作ったりとか。あとはね、やりたいのはね、マイクだけの動画を出したいの。あの、犬だけのチャンネル見るのすごい好きなの。韓国とかさ、日本語訳にして見るのが好きだから、マイクとか、あとはこれからもし、本当にもし、犬をまた飼うとか、あったら、犬チャンネルみたいな。リクナナタウン、あの、リクナナタウン、トゥーンタウンみたいなもんですから。の中の住人のマイクと、なんとか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 みたいな、こうチャンネルとかも作っていきたいので、あの、ぜひ、皆さん、一緒に行きましょう。はい。今、あの、ぜひ、YouTube 見てる方はね、こう手を出して握手を、あ、感覚わかりますね、はいということでね、あの前置き本当に長くなってしまったんですけど、どんな風にいくかっていうのをね、説明させてください。まずリクナナタウン、今まで不定期で動画を出していたんですけど、これからは週3投稿になります。今までね、僕がほぼ0から100まで編集をしたんですけど、ナナさんにもね、手伝ってもらって、商品紹介とかで言うとさ、やっぱりナナがさ回してるわけだから、ナナにやってもらった方がいいわけよ。ちょっと編集をね、運用整理していこうと思いますよ。今よりかはちょっと投稿頻度は上がるかな。ぜひ毎週月水金の夜8時はリクナナタウンっていう感じでね、お待ちいただければと思いますよ。わからなふわふわした夫婦の日常をね、見ていただければと思います。そしてもう一つ、投稿の頻度はまああの月水金なんですけど、そのうちの水曜日は僕一人の時間をいただきます。ちょっとインスタの方でもつい最近の質問はありますかで出したんですけど、去年の今頃ですね、 TikTok とかでねえナナ知ってるっていう、まあ、コンテンツがあるんですけど、ナナに向かってディズニーの豆知識をね言っていくっていう、それで結構もうディズニーの情報だったりとか、あとはもう都市伝説も含めていろいろ調べてたんですけど、それは本当にもう純粋に楽しいし、だいたい1本の動画4分から5分、長くて6分ぐらいの動画で、本当に1個のテーマに絞ってサクッとディズニーのアニメだったりとか、ディズニーの映画だったりとか、あと明日ディズニーに行きたくなるような動画をね作って、よりこうディズニーと生活がね近くなるような、月曜日金曜日は夫婦の動画、水曜日は僕一人のディズニー、豆知識どこ行っても通用するぜコーナーをね、ダメ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 、まあそんな感じでね、豆知識の動画もね今後上げていくので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、コメント欄とか DM とかでこういう動画見たいとか、ぜひ。ナナとか本当にメイク動画とかももともと撮る予定じゃなかったし、あーもう本当にやだーみたいな感じじゃんね、実現した動画でもあるので、コメント欄とかインスタの DM とかでもいいですし、バシバシください。私は編集を頑張ります。応援してください。今年いろいろね、いいご報告ができたらね、いいですね。ということで、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 TikTok、 Instagram のフォローもお願いします。では
せーの、バイボー。